こんにちは。手で芸をするコミーです。いきなり猫がドドーンって感じですけど、はい、こちら向きに眠っております。本当はね、このテーブルのど真ん中にこう縦にいたんですけど、ちょっとつづつってずらしてどいてもらいました。これアクリル 100% です。どんぐり帽子を、はい、編んでいます。先日編み物教室を依頼されて、はい、開催したんですけどね、その時にお子さんにどんぐり帽子を編みたいということで、テーマというかどんぐり帽子を編むための、教室みたいな感じだったんですね。で、結局ね、初心者の方だったので、なんていうかな、細編み、長編みで輪からこう作るやり方みたいなのをやって時間になってしまったので、帽子の形にすることはできなかったんだけど、その冬用に作りたいと言っていた方だったので、まだね、時間はあるし、また次の時に、帽子の形になったらいいなという感じで、はい、その時は終わったんですけど、実は私どんぐり帽子作ったことがないので、この糸を持ってってね、教室の時にこういう風にやりますっていう見本をやってたんだけど、じゃあこれでちょっと編んでみようかなと思って、編んでいたものがこの帽子です。なのでもうちょっとで完成というとこだったので、今日はこれを動画にしました。どうでしょう、ちょっと暑苦しいですかね。アクリル 100% なのでね、私は冷房の風が当たるところでやっているので、暑い感じはありません。涼しい場所なので、この猫がこうドーンっている感じなんだとは思うんですけど、はい。これは、ほぼ長編みでやっているんだけど、最初のところ、とんがったところと最後のところを細編みという感じですね。何歳ぐらいのお子さんの帽子になるのかな、これは。ちょっとその辺サイズ感がよく分かってないですけど、こんなもんかなみたいな感じで、編んでいる感じです。太めの糸なので、これはすぐに編めちゃいますね。サクサクっと。そうで、9月にね、バザーみたいなイベントに出ることになったので、こんな帽子も出してもいいのかもしれませんね。お子さんが来るようなところなので、冬用にね、いいなって思いながら編んでいます。はい。で、昨日、梅干し干して、夜どうしよっかなね、検索すると3日間出しっぱなし、夜も出しっぱなしっていう干し方もあれば、夜一旦梅酢に戻して、また朝こう干し直すっていうかなっていうやり方もあって、でもなんかちょっと夜出しっぱじゃなーって思って、昨日は一旦入れたんですね。で、朝もう一回出して、お昼頃ひっくり返してっていう風にしました。
それでその干し方のところに、最後、最後の日は夜、こう夜露に、夜露に、なんちゃらかんちゃらみたいな、だから夜、最後だけ夜出しっぱで干すみたいなやり方も書いてあったんですよ。なので今日はもしかしたら夜出しっぱにしてみるかもしれない。まあまあ気が変わるかもしれないですけど、で昨日も食べてみたし今日も食べて一個ずつね食べたんですけど、もう美味しいです。普通に美味しいです。なんかもう、初めてなのによくできた、はい、自画自賛です。これはもうねすぐに食べ終わっちゃいそうな感じ。前しょっぱみで作ったはずなんだけど、そんなにしょっぱい感じでもなかったですね。まあ甘くはないけどもちろん、なのではい、楽しめそうです。梅干し難しいと思っていたけどそうでもなかったなーって、思います。はい、でね、毎日暑い暑いってなるべく言わないように過ごしていますけど、なんかあれですね、私は夏は暑いって思っているから、毎年やっぱりちょっとこう違うじゃないですか、異常気象みたいなね、そんなことも言われたりで、今年はすごく暑いんですね私にとっては冷夏と言われている年だって暑いっていう、私には大して変わりないっていう意味では今年も同じように暑いというふうに思っているんだけど、でもね、そう、昨日とかも NHK のアナウンサーがね、こう命に関わる暑さみたいなことを言っていたり、不要な外出は控えましょうみたいな、なんか凄まじい暑さなんだっていう表現がね、私だけじゃなくてみんな暑いんだなって、当たり前ですけど、なんかそんなことを思ったりしていますね。なのでそうですね、コメントもくださっていますね。夏バテ、私もね夏バテっぽいかもって思ってはいますけど、夏バテかもって思った、思う前からもちょっとそのいつもよりゆるっと、多分自分が感じている以上に体は疲労していると思うんですよね、この暑さに。なのでいろいろなところで手を抜いて体を休めるようにしましょうね。そう、夏ですから、ね、もちろん楽しいことね、行事やイベント、楽しみにしていることを楽しむために、しっかりと休めるときには体を休めて無理をしないで過ごしましょう。はい、でね、昨日食べた豆乳アイス、マンゴー味、超やばいです何がやばいんだっていうのは、私マンゴー味を見ると、何に関してもですけど、ついね手が出てしまう。マンゴー味って言われるとピクって反応するみたいな、そのぐらいマンゴー味には目がないですけど、これね私飲んでないかもしれないんだよな。マンゴーらしいはね何度かアイスにして食べているけど、マンゴー味、豆乳のマンゴー味飲んではいないと思う。今回初めて買った気がするから、だから飲んでもどうなんだろうと思うんだけど、アイスにしたら全然豆乳感がない。マンゴーです、マンゴーのアイス食べてるみたいな感じ。じゃあ飲んでももしかしたらそうなのかもしれないけど、今買ったらまた多分凍らしちゃうから飲めないかなね、でもわかんないけどすごい美味しかった。で、やっぱりね、いろんなところで見かけないんですよね。それ見かけたお店は覚えてるから、
うん、それを買いに行こうかなって思ってるくらい美味しかったです。で、今日はもう一つ楽しみにしている黒ごまなんです。このね、編集とかが終わってそれを食べるという楽しみだから、ご褒美ですご褒美のための黒ごまなので、ここで味の評価ができないんだけど、はい、それを楽しみに、編集作業をしています。編集作業が嫌いっていうわけではないです。楽しんでやっていますけど、なんかなんていうの、これが終わったらあれ食べれるよみたいな、そういうのいいですよね。はい、うん、ね、大したものじゃないけど私にとってはすごく楽しみな、はい、ことなので、そうやってなんだろうな、楽しい気分になって、はい、過ごしています。はい、そう、なんか最近はね、買ってみようと思う新しい味はやっぱりなくて、まあだからあまり行ったことがないスーパーに行くのが結構好きなんですね。なんで旅行とかに行った時にはできるだけスーパーに入ってみるまあ全国チェーンのね、スーパーとかはありますけど、そうじゃなくて、はい、今日のメイソンジャー、はい、今日は用意しましたよ、レモン水です。ずっとそのレモン水飲もうと思ったんだけど、レモンを買うの忘れてしまって、なんでこの間思い出して、レモンの瓶で売ってる果汁のやつ、ポッカじゃないやつね、なんかあったんです。有機レモンとかいう 100% とか書いてあるやつ、それを買ってきたので、はい、それを入れてみました。常温です。なんかレモン水がいいみたいな、中身は見てないんだけど YouTube のタイトルで結構出てきたんですよね。うん、なんかいいらしいですわかんないけど、うん、まあね、ビタミン C とかもあるでしょうから、はい、で、ね、口の中もさっぱりするしっていう感じです。で、そう、さっきの続きね、旅行に行った時にはなんかそのローカルなスーパー、まあその地域でもしかしてチェーンとかになってるのかもしれないけど、そう、見たことないスーパーとかに入ってみるのが好きなんです。もちろん買いたいものがあったら買うんですけど、だからね、旅行に行ってもお土産っていうか普通の買い物しちゃう、まあもちろん生ものは買わないですけど、なんかそういうのが好きで、うん、なんかそういうとこに行くと、そのね、豆乳も、こんな味？みたいなのに出会えるんじゃないかと思ってね、なんかそういうスーパー巡りがしたくなっています。最近その豆乳の珍しい味に出会えないからそれだけのためになんかそんなことを思ったりね、本当に季節によってこの豆乳の味付きのやつが変わっていくんですよね。なんかね、そこよく見るんですよ。買わなくっても何味があるんだろうみたいな感じで、もちろんその買って飲む時もあるんですけど、まあ、毎回買うわけじゃなくて、こうちょいちょいチェックして、あ、これはと思う味があれば買うみたいな感じで、割としばらく前から見てたんですよね。で、そう、甘酒とかも前はよく見た、だから季節かな、もしかして冬とかに甘酒は出てるのかもしれませんね。なんかその確かそんなのあったよなって思うけど、最近見かけないなって思う味とかもあったりするから、うん、まあでも冬でもね、これアイスにして全然食べてもいいと思う。まだ1個が多いんだよな。夏はね、暑いから
この1個大きさがすごくいい感じだけど、冬だと1個食べるのきついかもしれませんね。うん、まあそしたら半分残してまた戻せばいいのかな。まあそれはその時考えればいいんだけどね。だから新しい味に出会いたいよって話でした。うん、あとはそうね、食欲が落ちている感じがあります。だからこのね、梅干しで、そう、梅干しのおにぎりがあればもうそれでいいやみたいな時もありますね。あの、塩をたっぷりにしたらミネラルも取れるしっていう感じでしょうか。もう猫は全然どっかりとここに居座りました、今日は。はい、こんな感じで出来上がりました。こんなんでいいんですよね。うん、まあちょっと大きさのバリエーションもあった方がね、お店に出すときはいいのかなと思ったりしています。はい、今日はアクリル毛糸で子供用のどんぐり帽子を編みました。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録もお願いいたします。